ははいこんにちはパーカッションの高見です。この動画ではパーカッションを鳴らす上で最も重要なことというテーマで話していきます。で最も重要なこと、それはズバリ何かと言いますと、こうパーカッションを叩くときに、座面に触れる時間を限りなく短くするということです。座面に触れるのはほんの一瞬だって、まあ、そういう話なんですね。えー、そうなんだ、なるほど、なるほど、という方ね、詳しく解説していきます。で、なんだ、そんなことかと。知ってる、知ってるよと。 まあそんなドヤ顔で言うことかよという方もね是非ご自身が実践できているかっていうのをですね確認していただきたいと思います動画の前半では画面に触れる時間を限りなく短くするということについての解説をして動画の後半では実際に使える実際にどのように短くしていくのかというですね具体的な練習方法を紹介していきます、はい、簡単な物理現象として考えると分かるんですけれどもこういった叩く系のパーカッション 打楽器、まあ、ドラムでも何でもそうなんですけれどもっていうのはこのたいた時にですねこう相手を揺らしているんですね相手を振動させているでこの振動がさらに今このここら中にあるこの空気を揺らしてるんです空気を振動させているとで人間のこの耳で聞くですね音っていうのはすべてこれ空気の振動なんですねっていうのはご存知でしたでしょうか なので、例えばですね宇宙行って宇宙空間行くとですね空気がない、真空状態なんで、これ音が聞こえません。そもそもこう振動する媒体というか空気がないわけなので、音が認識できないというわけなんですね。でさらに今、この、まあ、僕らがいる地球上でこういった空気がある場所でもですねこの空気の密度だったり湿度によって音っていうのは全然聞こえ方が変わってきます。はい、でこれれ余談なんですけれども あの僕初めてですねスペインに行った時にこうパンと自分の手をたたいた時すごい衝撃を受けたんですねめちゃくちゃこのたたいたね自分の手の音がいい音だったんですよこの日本で聞いている音とスペインでたたいた音が全然違うと、まあ、それぐらいこの今この場にある空気の状態によって音っていうのは全然聞こえ方が変わってきますで音にめちゃくちゃこだわりのあるミュージシャンが海外に行ってレコーディングするっていう 話があると思うんですけれどもこれ日本でやればいいじゃんと思うかもしれないんだけれども、これっていうのもですね、やっぱり主な理由としては空気なんですね。海外だったらその場所のその空気の状態でしか出せない音、出せないいい音があるから、海外に行ってまでレコーディングをしたりすると。まあ、そういう感じでね、今この自分がいる空気の状態によって音は変わりますっていうのは、まあ、豆知識でした。はい、で、パーカッションに話を戻しますとですね、パーカッション、打楽器っていうのは、 叩いて揺らす振動させることによって空気を振動させて、まあ、これが音として認識できているとはいなんで逆を言えばですね振動させなければならないっていうことなんですよ当たり前ですよねでこのパーカッションを振動させない一番の方法としてはもうこうダメに触れてしまえばいいんですねはいこうすればなりません 反対の手でやってみましょう。反対の手で押さえた状態で叩いてもなりませんと。これで鳴らすのって不可能なんですね。そしたらこの押さえている、要はこうくっつけている力を加えているわけなんだけれども、このくっつけている力をですね、徐々に徐々に緩めていく、弱めていくようにしますと。 言い換えるとこれっていうのはですね座面に設置している時間を短くしているってことなんですねはいそうするとだんだんですねこの座面が振動してくれるようになりますなのでですね、まあ、これを突き詰めると座面を振動させるより鳴らしたいのであれば座面に触れる時間を極限まで短くすればいいと ダメにに触れるるのののはほんの一瞬だという今回のテーマになるわけで,す、ね、でこう触れてる時間が長いとならない触れてる時間が短いとなるっていうのはですねもうこういう革でも木でも金属でももう全てに共通することですでスティックの中で叩くときはもう何も考えなくてもですね勝手に瞬間的に跳ね返ってきてくれますので、まあ、このことを考える必要があんまりないとただ手で叩くハンドパーカッションの場合は やっぱスティックと比べて全然跳ね返ってくれませんのでどうしてもこのダメに触れる時間が長くなってしまいますとで初心者の方の多くはこうダメに触れているっていう意識がなかったとしてもですね上級者と比べるとやっぱ圧倒的に長く触れていることがもうほとんどですでなんかパーカッション叩いててあんまりいい音で鳴らないなとかうん抜けが悪いなみたいなあるいはバンドの中でやっててね 全然他の音に埋もれちゃって聞こえないみたいな場合まあそれでおりーってこう力で叩いてしまうことが多いと思うんだけれどもこのダメに触れてる時間なんですねこれが長いことが圧倒的に多いとで長いっつってもね0.01秒とかなんで普通の人の感覚からしたらいや全然短いじゃんと思うかもしれないんだけれどもこれを極めようと思ったらもうほんに0.01秒も 瞬発的にスローでやってもこんぐらい速いみたいな。え、今、触れたの触れてないのみたいな。もうこの極限を目指していくわけなんですね。OK、OK、分かりましたと。じゃあ、どうやってこの触れる時間を短くすればいいんじゃいというお話だと思うんですけれども、一番簡単な方法をお伝えしますとですね、一番簡単な方法はイメージです。イメージすること。自分が叩くですね、この画面が100度、温度100度の夜間だと思ってください。 みたいなもう熱すぎて触れることもままならないだけど必ずこう1回は触れなくてはいけないという場合あなたどうしますか多分こうむちゃくちゃ速くなると思うんですねはい是非そのようなイメージを持ってですねやってみてください,はいではここからさらに実践的な練習方法を紹介していきますまずは手のひらでやってみますこれはどこでも練習できますよね で自分の左手左手をパーカッションの座面だと考えてこの手のひらを右手で叩きますとでまずはですねこの距離が近いところから始めましょうだいたい5センチぐらい離したところからこうちょんと瞬間的に触れて叩いて鳴らすっていうのをやってみてください でこの自分の左手がですねもう100度の鉄板だと思って熱熱熱熱みたいな感じですはいでこの時ですね実践的なやり方としては、えー、指で指だけでこうちょんとやったり手首だけでちょんとやらないでえっと腕から腕から振りましょう 腕から振って瞬間的に叩いて鳴らすとはいこれをですね、まあ、繰り返すことによってこの瞬間的に瞬発的に鳴らすという感覚を身につけますでこれができた方は今度ちょっとオーバーに画面から手を離してみましょうつまりこんな感じです 触れたと同時にこんな感じでオーバーにやってみてください。で違う言い方をするとですねこう地面にこの手のひらが着地したと同時に大きくこうピョーンとジャンプする飛び跳ねるような感覚でやってもいいかもしれません。近いところから落として触れて。 瞬間的にピョンと遠くへジャンプする。でこれっていうのはですねこれ動きだけ見ると要は「なんでやねん」っていうこの腕の振りですよね。これはいつも僕が言っているパーカッションの理想的なフォームになります。いやいやいやっていうところから始めてこれを倒してきて。 パーカッションを叩きますとで大きく振るとこれってなんでやねんの振りになりますと。でこの手を叩いて大きく引き離すっていったときにこの引き離し方腕の使い方っていろいろあると思うんですよ。例えばもう肩からね使って思いっきりこんなにやる人は多分いないと思うんだけどドヒャーみたいな動きだったりこの上腕から 大きくこのように動かしたり肘の曲げ伸ばしでこのように上げてみたりいろいろねご自身でやってみていただきたいんだけれども多分ね自然にできる形っていうか一番楽な形がこういう腕の振り要は「なんでやねんの」の腕の振りになると思うんですねなんでこうあつってなった時にこう瞬時に逃げ切れる のに一番楽な理にかなっているのが、このパーカッションの理想的なフォームにつながるということなんです。で実はですね、この動きっていうのはパーカッションのいくつかあるストロークの中で最も難しいとされているアップストロークというストロークなんですね。低いところから打面を叩いて大きく引き離す、高いところまで持ち上げる。 なんかあっちってやってたらアップストロークできちゃったよと。おでこの低いところからですね引き上げるっていうのができさえすればですね今度も高いところから引き上げるっていうか返ってくるのはめちゃくちゃ簡単になります。はい、でこれをですね今右手でやったんで逆転して左手でもやりましょうっていう話なんですけども。 まあ多くの方、多くの右利きの方はですね、これ左手でやるのね、多分相当難しいと思うんですよ。なので、これはですね、前回動画で紹介したミラーリングという方法を使いましょう。ミラーリングというのは、こう、右手でできることを左右、全く同じ左右対称に動かすことによって、左手にその動きを脳に覚えさせる、コピーペーストするという方法です。では、右でできた動きを完全に左右対称にして、太ももを叩いてみましょう。 で最初は低いところから始めてちょんちょんちょんと熱熱っって瞬間的に瞬発的に触れるというのをやってみるはいで何回もやってですね慣れてきましたら今度は触れた直後に大きくこの腕を引き離す。 低いところから始めて触れたら引き離すはいいや全然左手ついてきませんという場合にはねもうとにかくゆっくりもう人力スローモーションでですね超ゆっくりやってもうこの動き形を確認していく低いところから膝、太ももに当たります 跳ね返ってきてこう引き離す低いところから当てて引き離す当てて引き離すこう確認こうしていってちょっとずつ早くしていくはい。 でこれで慣れたら今度は左手だけでやってみてできるかどうかっていうのを確認するとはいでこれでできたら完成ですはい楽器でやるときも全く同様ですまずはこの画面からの距離が小さいところこの腕の高さ低いところから始めてこうちょんちょんちょんと 限りなく瞬発的に瞬間的に画面に触れる当てるようにするとで音小さくて全然構いませんあと音色とかにそんなにこだわらなくていいのでもうとにかくこの触れる時間を短くするっていうことだけに注力してくださいはいでこれに慣れてきたら今度は画面に触れた直後に 腕を大きく引き離すはい低いところから始めて当てて引き離すはいこう腕が <laughs> 跳ね上がるような見た目になります、まあ、つまりこれがなんでやねんですねはい で、ででこれができましたらですね、今度はもう高いところから落とせばまあこのように瞬発的にこの当たる時間をですね、限りなく短く叩くことができますのでまあこんな感じでステップアップレベルアップするように練習に取り入れてみてください。はい、というわけで今回はパーカッションを鳴らすに最も重要であるダメに触れる時間を限りなく短くしようという話でした。 で本当にです、ね、思い出した時でいいのでこの手のひらだったり太ももでですねでやってみてくださいでやってるとですねこうさっきも言いましたけどもそのパーカッションのストロークの中で最も重要にして、まあ、最も難しいとされるですねこのアップストロークというストロークが身についてしまいますので まこれでね将来あの僕に感謝することになると思いますのでぜひぜひやってみてくださいはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので引き続き要チェックをお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ